あ、すいません、はい、今日の新聞を見たんですけどもね、はい、松並竹久さんが講演会の分を、はい、政治資金収支報告書を期限内に提出していなかった、はい、ということが新聞に載っとるわけです。はい、ほんでですね、他にも6人の大阪市議や府議がおるというふうに新聞には書いてあるわけですよ。ところがですね、その名前を書いてないのと、はい、府議団に聞いたらですね、はい、本部へかけれって言うわけですよ。あ、なるほど。はい、ほんでおかけをしたんですけども、はい、お名前を教えていただけますでしょうか。内部の書類ですので。いやいや、この6人で、しかも税金でね、税金で養われておる議員であって、しかもですね、公職であるのと、厳重注意や会員資格停止処分という処分を受けてるわけですよね。はい、そうであるならば、それについてはプレス発表をこれまでも御党はしてきたところですから、はい、それはすべきじゃないんですか。で、6人はこれなんで言わんのですか。そこに関しては私ども事務方でございますので、事務方のところ公表する話かどうかというところは確認を取らせていただきますが、公表してということですと、報道発表もさせていただいておりますが、今回のケースに関してはまだそのような話にはなっておりませんので、私どもとしてはちょっとお伝えする立場にはないというのが今のお返事になってしまいます。これ、今お電話を話させていただいているあなたの名前何ですか。すいません、ここの方にはお名前をお伝えしています。これ言えへんよね。これね、さっき大阪府議団で受付の女性でしたわ。女性にもね、あそこもかけても大阪府議団ですって言って言うだけでね、はい、名前言えへんから、名前言わんようなしつけさせられてるのかって言って聞いたんですよ。そしたらですね、いえ、そういうことじゃないんですって言って、あそこは6人も7人も女性の方並んでるの知ってるからね、はい、あんまり女性の方それいじめるつもりはなかったんだけど、御党はファシズム政党だから、そういう自由は一般の議員であったって認められてないよというふうな話をしたらですね、最後の方、途切れてしまったんですが、ちょっとすいません。名前を言わないね、はい、受付ですと、ほなあんたの名前なんちゅうのって言って、名前を言わない自由があるんですかって言って聞いたんです。だからそういう裁量権を、名前をつけ、そちらの方の、受付の方に関してはちょっと私どもわからないですが、ほん、うん、党の方としてはですね、はい、ちょっと過去にいろいろな経緯があった関係上ですね、できるだけそういう必然性あるじゃないですか。私の名前言うてなかったですね。岸和田の高平と申します。あ、なるほど、はい、はい、高平って言うたら多分御党の中では、まあ松井さんは私はお会いしたことはないんだけど、はい、松井さんも、まあ吉村さんは、一回だけ口を聞いたことがあるんでね、はい、吉村さんもご存知やし、もちろん大阪市議会、はい、府議会、はい、あと南部の方の議員は全員私の名前は心に刻んでる名前だと思いますよ。はい、はい、小林芳香さんの生首も切ったしね、黒瀬大さんと。あ、そうなんですか。そうです、はい、ほんで、はい、脱税を指南してる水の上成明という、そういう堺の市会議員いてますよね、はい、彼自身からも何回も税金を返させてるんでね、うん、いやいや、名誉毀損でやってくれたらいいですよ。私それブログにも書いてるし、馬場君にも言うてるしね、はい、ですからそこはちょっと発言と本当ではないかと思います。いえいえ、事実なので、事実ですし、事実がどうかということとですね、それをルールするということとはですね、うん、また次元の違う話でございます、ね、いやいや、公職ですから、いやいや、前ね、ご存知のことだと思います。 あなたね、そこは逆にですね、うん、私は思うんでしょ。私の名前何なの。ほんで、はい、ですからそういう話には一応答えておりませんので、お一人お一人、前ね、小田ちゃんがおったでしょう、
小田ちゃんはまあ声でわかるからね、はい、しわがれ声やから、小田ちゃん年、はい、多分私と一緒なんですよ。小田ちゃんね、ほんで小田ちゃんよって言って話したら、小田ちゃんはまあ小田ちゃんで分かってるから、向こうも小田ですって言うたわ、そらね、はい、ほんで小田ちゃん東京行ってしもたからね、はい、ほんで代わりの方で、声聞いてても若い方ではないですね、あなたね、お年ね、はい、20代30代じゃないでしょ、はい、ほんなら一定の責任を持って、で、はい、そこでお勤めになられてる、しかもそのお勤めの原資は税ですよ、違いますか、あなたの賃金の原資は何ですか、税じゃないんですか、そればっかりじゃないですね、そればっかりじゃない、ね、だからパーティー収入とかそんなんはあるけども、基本的には税、はい、税じゃないですか。2万円を維新の議員がね、それぞれ月に払ってる、そういうもんもあるし、政党助成金もあるしね、そういう意味で言うたら税じゃないですか、大きなお金がですよ。うん、それで、そういったご意見あったことはお伝えして、いや、税で雇用されててね、しかも高等の受付でね、しかも新聞にあるようなことすらですよ、権限と、そしてそういったことをお伝えするという立場にはないということだけはお伝えさせていただきますね。いやいや、これはほんなら、これはこの6人はっていうのは、まあ、議員に聞いたってええんだけどもね、議員はもちろん知ってる話やから議員に直接聞くってことはしますけども、これはその党としては隠し続けるという意味になってきますけども、それでよろしいですか。隠してるじゃないですか、名前言わへんっていうのは。いやいや、公表してないっていうのは隠してるのと一緒じゃないですか。いやいや、松並さん自身はね、3つも講演会をお持ちで、ほんでひどいと思ったんか知らんけども、松並さんだけはお名前が出てるわけですよ、新聞にね。ほんで他のものは大阪市議や府議や6人を厳重注意や3ヶ月の会員資格停止処分にしたというふうに書いてるわけです。で、公党が公職にあるものを公に処罰を、処分をして、しかも。処分はしておりません。党内で処分をしております。いえ、それはだから。ご主張はあるかと思いますが、うん、党内はあくまでも党のものか、党の。いやいや、政党はね。あくまでも公である。公党ですもん。公党なんだから、公党が公職にあるもんに処罰をすればですよ、それは、公の処分であって、だからこそ新聞に載るわけじゃないんですか、そうではない、私的なもんやというふうに言いたいわけですか。私的なものだというとは申しませんけれども、うん、公の党であってもですね、その内部の処理という、事務的な処理というものもございますので。いや、事務処理じゃないですよ、厳重注意や会員資格停止処分ですからね。これは事務的な処理とは言いませんよ、これ処分ですから、はい、で例えば私行政書士なんだけど、行政書士であったとしてもですよ、税理士でも何でもそうなんだけど、そういう資格を持ってる、国家資格やけど国から金もらってるわけではないですよ、そういうものであったとしても、はい、処分を受けたらそれは公に発表されるんです。私の名前も出ますよ、私は処分されたことないけどね、はい、で私は民間企業のものであってもですよ、事業であれば、そういうふうに処分は、誰がどういうことで処分をされたという概要はね、名前も含めてですよ、事務所とか、そんな住所も含めて、全部公にされるんです、そういうものと、うん、そういうものと比べればね。ということは、ちょっと私は異論がございますけれども、それ、公、すべて公になってですね、すべてそれ公表しなければならないということがですね、うん、一般論として通用するというか、公党の話ですか。私業、私業は少なくともそうなってるんですよ。はいはい。はいはい。すべてがすべてそれを公表するべきだというところを、ご主張はよくわかりましたけれども、うん、そういう運営をしてるかしてないかということに関して、それが当然であるというご主張に関しては、ちょっといろいろ、違うのでところもあるんじゃないかな。あのね、元がね、
元がね、だから自分のとこの党の中での規約に対してね、そこで処分を受けるようなことであるんやったら、それはあなたのおっしゃることは一定理由はあるかも分かりませんけども、今回の処分に関してはそうじゃないわけです。違法なんですよ、政治資金収支報告書を。うん、違法があったとしても、それはあくまでもですね、政党に属しているとはいえですね、政党の各の組織として行動を行ったことではなく、個々の政治家が活動として行ったことですよね。いやいや、そういうような犯罪行為、違法行為を行ったそういう議員を御党は公認をしてるわけですよ。つまり御党の構成員なわけですわ。いやいや、だから、そこについても確認できませんよ。例えば松並さんはね、維新泉佐野支部を2018に設立されてるけども、それを2019年12月23日までお出しにならなかったわけです。これ3月に出さなかんやつですよね。で、それ出せ出せって言うて、風の戦艦も言うてるにもかかわらず、3月末に出さなかも、12月23日に提出をなされてるわけです。で、これ、泉佐野の支部ですからね。ほんなら、この6人に関しては、支部は入ってないということでよろしいですか？支部の会計の話と、それで支部に属してるというのを、お手にお話しされてます。いえいえいえ、あなたが今おっしゃったのはね、あなたがおっしゃったのは、うん。議員の話をお話をされて、されてましたけれども、竹下議員に関しましては、そのおっしゃる通り、泉佐野市支部の方が、東方の支部の方がですね、大変申し訳ないことをした、これは事実でございますので、そこの部分に関しては、確かにおっしゃる通りですし、そこの部分に関しては報道されている通りですから、公表されておりますよね。これは、だから、他の6人に関しては、支部は入ってないということですか？もう一回確認しますけども、それをですね、公表するメンバーを公表しようというご意見があったことはお伝えさせていただきますが、かといってですね、私どもとして、党として、そこをですね、公表するかどうかというのは、党の主体的な判断だと思いますので、これは、そういう形式になっているかと思いますので、お答えする立場にはございません。もう一回確認しますけども、この大阪市議や府議や6人に関しては、支部の会計は、3末に提出をなされているということでよろしいですか？一応そのような認識でおりますか、私どもは。で、松並さんは松並竹久後援会並びに、および松並竹久を応援する会、この私的な分に関してもあったわけですけども、そういうような後援会の分のやつが、この6人に関しては出されてなかったということでよろしいですか？まあ、それもおかしな話じゃない。まあ、こんな話でも平行線だからね。もう一回聞きますけども、あなたの名前も、おっしゃらないということでいいですか？基本的にはお話しすることはございません。これは他のものがとっても言わないということですか？他の方が電話に出られても。これは直接長堀に行っても同じような対応なさるということですよ。私は行けば名刺はまあ出しますけども、はい、その時でも、私の名刺は受け取るけども、基本的にはですね、ここに面談をしてということではなく、これでご意見の方は十分お伺いできたかと思います。いや、これ電話じゃなくてね、
いや電話じゃなくて直接長堀に行ってね、対面した場合に私は名刺差し出すんですよ。その時でもあなた名前なんですかと、例えば名札がついてたりね、公務員やったらするじゃないですか。名札もないしで、まあ、顔は見たら見えるけども名前を聞いても名前はその対面であっても言わないということでよろしいですか。でどういう時にはおっしゃるわけですか。そこまで厳密には調べておりませんか。それであるならば今その判断もほんまに正しい判断なのかどうなのか、党の見解なのかどうなのかっていうのもようわからんということになってきますよね。過去にいろいろございましたので、そのようなトラブルが生じたようにということでございますので、予防的処置でございます。まあ、分かりました、もうそこ何遍も話しても仕方がないんで分かりました。はい、あの岸和田の高平から電話があったということだけは、まあ、馬場君でも言うといてもうたらええと思います。はい、はい、すいません、はい、すいません。